10月30日チャリティーランナーとして7名の選手が大阪マラソンに参加しました。チャリティーランナーとはジャパンギビングサイトに登録し寄付を呼びかけ、期間中に7万円以上の寄付をした方が出場できるというプログラムです。今回も木村選手たちは難病の子どもとその家族へ夢をに寄付を行っています。木村さんの完走を目指してみんなで頑張るぞ。大阪城をスタートしたランナーたちは難波や京セラドームなど大阪の各所を回り、ゴールのインデックス大阪を目指します。コースにはボートレース住之江の周辺も含まれており、近では大阪支部の選手たちによるランナーへの差し入れが行われました。また沿道には熱心なボートレースファンの姿や仲間が応援に駆けつけ、ゴールへ向け後押しします。ターボ来ますね。そしてついにゴール。フルマラソンを走り終えた感想は？大変なんでした。また泣いちゃいました。立ち止まらないでください。大変でした。ダンサー立ち止まらないでください。2人に囲まれて最高のマラソンでした。すごいです。感動できてよかったです。マラソン終了後には支援をいただいた団体によるギビングサンクスパーティーが開かれ、参加者全員で会食をし、団体の家族の方々との交流を楽しみました。きっかけとして興味を持ってもらえたらいいかなと思って、まあ、誘うというよりは興味を持ってくれた人を逃がさない精神でやってきたんですけど、まあ、絶対その なんか自分の仕事以外のことで何かに関わるっていうのはすごい今後の自分とか仕事にとっても結果いい方向に行くと思うので、まあ、そういうきっかけ作りっていうのはしていきたいなっていう気持ちで、まあ、私もやってて、今回7人っていうマランナーの数に達したことを、まあ、本当に嬉しく思ってるし、なんかいろんな気持ちで毎回いろんな学びがあるのですごく楽しいですね。継続してねやってくださあのご参加いただいてます。それで木村彩希選手の僕から見てですね、本当に思うところはやっぱりご自身が参加してくださるっていうところで、やっぱり周りの方が共感を得てくださると思ってます。やっぱりご自身も僕も走りましたけどね、やっぱりねもう本業がやっぱりあんだけ過酷なお仕事なのに、さらにこうやって本業で42キロも走られるというのも大変だと思ってるんですけども、でもやっぱりご自身から参加してくださって、ご自身が楽しみながら、まあ苦しいところもありますけどね、でもそこはやっぱり皆さんを引きつける力だと思って本当に感謝してます。本当にありがとうございます。そうですね、いろんな形で続けていきたいと思ってるので、また興味がある方は選手もファンの方も声をかけてくれたら嬉しいなと思います。嬉しいです、はい、ありがとうございます。木村選手をはじめとする選手たちの支援はこれからも続いていきます。